スペースシャトルからのレーダーイメージ、内浦湾は、北海道の南西部と大島半島によって、北と西と南の三方を囲まれた湾である。噴火湾やイブリ湾とも言われる。クリップ、内浦湾周辺室蘭市の地球岬と茅部郡、森町佐々木を結ぶ線及び、大島半島の木武東岸の陸岸に囲まれた海域である。 面積は2485平方キロメートル、湾内最大水深は107メートル、閉鎖度指標1.90である。別称である、噴火湾は、1796年に当地を訪れた、英国の調査スループプロビデンス号のブロートン海が、内浦湾がほぼ円形なことと、周囲を取り囲む北海道駒ヶ岳やさんなどの火山を見て、これは、 ボルケーのベだと語ったことに由来すると言われる。しかし、内浦湾には、干没量に見合うだけの火山噴出物が周囲に分布しないので、カルデラに海水が侵入してできた地形ではないと、論じられている。湾では酒、イカ、カレイなどがよく取れるほか、ホタテ貝の養殖が盛んである。また、稀にフグが水揚げされることもある。湾口の長さは約、約ロメートル。 ここ、ショートカットできると、現在はの北側沿岸を通っている、道央自動車道や室蘭本線などの道路、線路に比べ大幅に距離を短縮できる上に、うっさん、駒ヶ岳などの噴火の影響を回避しやすくなることから、札幌市など、道央地域と函館市など、道南地域の間の交流活性化につながるとして、一部の指揮者により、賃米トンネル、または、 橋の建設が議論されているが、現実的なものとは考えられていない。クリップ、宇宙浦安周辺の市町村住南から時計回りで、列挙する。ありがとうございます。